ロッテはゲルラハさんに会ってお父さんと結婚しないでと頼みました。しかしきっぱりと断られ、そのショックでロッテはひどい熱を出してしまいました。その頃ゼイビュール村の写真やアイペルダウアーさんはロッテとルイーゼの写真をベルナウ編集長のいるミュンヘングラフ社へ送ろうとしていました。ごめんなさいお母さん。ミュンヘングラフ社オンチュータ、こいつはひょっとしたらひょっとするぞ。ストローブル先生は精神的なショックが原因だと言っていたが、ルイーゼ、一体何があったんだ？一体何が？おはようございます。旦那様、ずっと起きてらしたんですか？少し落ち着いたようですね。熱は下がってない。え？シュトローブル先生を呼んでくれ、レイジ。はい。どうしてロッテから連絡がないんだろう。何か胸騒ぎがする。ロッテ、どこしたの？ちょっとロッテ。え、何？どうしたの、ぼんやりして。何か困ったことでもあるの？全然何もない。ほらほら、落ち着いて。大丈夫？早い？うん、今日は取材が入ってて、その後原稿を仕上げなくちゃならないから、だいぶ遅くなるわね。うん、分かった。お仕事頑張ってね。あ、青だ。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。今度は熱が下がるんでしょうね。保証はできんな。何ですって？一時的には薬で熱が下がるだろうが、精神的なものはどうにもならん。精神的なものといっても、
心当たりはないのかね。それが全く。ルイーゼは元気に学校に行っていましたし、毎日がとても楽しそうでした。ショックを受けるようなことは。だが現にこうして熱が出るほど苦しんでいる。こうまでなるには何かよほど大変な出来事があったと思うが、よく考えてみたまえ。きっと何かあるはずじゃ。ルイーゼのことは何でも知っているつもりでいましたが、あ、レイジ、君はどうかな。はい。つまり私が留守の時に何か変わったことはなかったかい。あ、はあ。小さなことでもいいんだ。あ、女にも思い当たることは。すいません。そうか。一体ルイーゼは何を。あ、なんで。これと関係あるかどうか分かりませんが。何でもいい、言ってみたまえ。ルイーゼお嬢様は昨日熱を出される前にコブレンツ並木通りへ行くと言われて。コブレンツ並木通り。それがどうかしたのかね。はあ、あ、ですから関係あるかどうかは分からないって。コブレンツ並木通り。イレーネ・ゲルラハさんが住んでいるところだ。だがどうして。はい、失礼します。お嬢様、パルフィー様からお電話でございます。そう、こちらへおつなぎしてちょうだい。はい。もしもし、パルフィー様、イレーネです。今度の公演も評判がおよろしいようで。は？ええ、ルイーゼちゃんが突然来られて。あ、やっぱりルイーゼはお宅に伺ったんですか。で、何の用で。そのことで一度ゆっくりお話ししないといけないとは思っていたんです。だから一体ルイーゼは何しに。 はい、私にパルフィー様と結婚しないでくれと。訳を聞いても結婚しちゃいけないんだって。その一点張りでしたわ。こう言ってはなんですけど、そんな理不尽なことってあるでしょうか。ですから私、はっきりと申しましたの。パルフィー様との結婚をやめることは絶対にありませんって。私たちの結婚は子供には関係のないことですって申しましたのよ。もしもし、もしもし。あら、切れちゃったわ。何？結婚しないでくれって言いに行った。まあ、そんなところまでお話が進んでらしたんですか。どうやらそれがこの高熱の原因に間違いないようじゃな。ルイーゼ、そこまで思い詰めていたとは。私はお前のために母親が必要だと思えばこそ。しかし、なぜそんなに反対するんだ。イレーネさんとなら仲良くやれると思ったのに。Thank you.
しかったわね。ロッテ、ビーラ。私はね、今回に限ったことじゃないんだが、そう、特にテーマとかを設定して制作したりはしていないんだよ。こう言うと統一が取れないんじゃないかと思うかもしれないが、その時その時に一番興味を惹かれたものを作っているわけだから、多重人格でもない限り無理にテーマを設定しなくても自ら統一は取れてくるわけだ。変だ、やっぱりロッテから手紙来てない。出せないようなことが起こったのかな。いつもご苦労様。失礼します。そろそろ正式にプロポーズしなくては。よし、決めた。善は急げ、今夜だ。どうしたんですの？大きな声出しちゃって。いや、お帰り見つけるな。はい、郵便が来てました。ありがとう。どうだった？ええ、うまく取材できました。原稿は今日中に。ああ、頼むよ。ああ、見つけるな。はい。何でしょう。降りてロッテちゃんと君に話があるんだが。ロッテと私に？あら、いい話かしら。もちろんそう思う。わかりました、お待ちしてますわ。そうかね、仕事片付けてからだからちょっと遅くなると思うが。ええ、いいですわ。あら、ゼービュール村？ん？そのアイペルダウアーという差出人の住所。ん？これかい？表紙の写真に応募してきたんだが、それがどうかしたかね？確かロッテの言ってた子供の家があるのがゼービュール村と言ったはずなんです。おお。どうかしましたか？二人のロッテちゃんだ。なかなかよくできた合成写真だよ。まあ、ロッテちゃんを知らなければ本物の双子と間違えるところだ。ロッテはなぜこの写真のことも、いや、なぜルイーセのことを話してくれなかったのかしら。その写真家もまさかミュンヘングラフ社にモデルの母親がいるとは思わなかっただろうね。あの子は本当にロッテなのかしら。まあ、ロッテちゃんは可愛いからね。編集長。ん？これちょっと借りても構いません？ああ、いいとも。どうせ使えないからね。好きにしたまえ。ああ、じゃあ今夜ね。Thank you.
嬢様、だんだん悪くなるみたいですね。お父さん。ただいま。え？あ、おかえりなさい、お母さん。気がつかなかったわ。このお皿片付けたらすぐ食事作るね。よっ。遅くなるって言ってたのに、ずいぶん早かったのね。ええ。急用ができたものだから。急用ってどんな？あなたのことよ、ルイーズ。私のこと？何？教え。お皿割れちゃった。ルイーズ、ルイーズ。お母さんの腕の中で驚きが喜びに変わっていくのを知りました。ロッテではなくルイーゼとして。その頃ロッテはまだ熱にうなされていたのです。Oh, yeah.
家で初めて会ったこと、入れ替わったこと、それでお父さんにも話そうと思うんだけど。ルイーズ、ごめんなさい。私、お母さんに謝らなくちゃ。ロッテ、どうかしたの？お父さんが、お父さんが結婚しちゃうの。次回、私と私。